スコット・マクブライエンは、アメリカ合衆国メリーランド州、ロックビル出身のフットボール選手。ポジションは、クォーターバック。高校3年時には、パス131回中90回成功、1878ヤード、25td、インターセプト0で、チームの13連勝に貢献。USA TODAY で、高校は、全米13位に評価された。 ウェストバージニア大学に進学し、1年時の2000年には、先発1試合を含む10試合に出場し、パス99回中42回成功、755ヤード、3td、3int の成績を残した。ピッツバーグ大学とのバックヤードブロールでは、257ヤード、2td を上げた。ノートルダム大学戦では、第2級からブラッドルイスをリリーフして、 252ヤード、1td を上げた。2001年、メリーランド大学に転校した。この年は、NCWA の規定で試合に出場できなかった。2002年、全14試合で、先発出場、パス284本六6 2本成功、2497ヤード、15td、10int の成績を残し、何でも八十四ヤード、 7td を上げて、アトランティックコーストカンファレンスのオールチームに選ばれた。開幕戦のアクロン大学戦では、前半だけで252ヤードを投げて 1td、何でも 1td を上げる活躍を見せた。東ミシガン大学戦では、キャリアハイの300ヤードを投げて、スティーブ・サターへの91ヤードの td パスを含む、3td パスを投げた。 かつて所属したウェストバージニア大学戦ではチームを48から17の勝利に導いた。デューク大学戦ではランで TD を上げるとともに69ヤードの TD パスを通した。ノースカロライナ大学戦では80ヤードの TD パスを通すなど平均31.7ヤードのパスを成功させた。ノースカロライナ州立大学戦では36ヤードのパスを通し、 ニックのバックの決勝 FG をお膳立てした。クレムゾン大学戦では、自己最多タイの 3TD パスを投げると同時に 3INT を起死した。テネシー大学とのピーチボールでは、7回のランで36ヤードに TD を上げる活躍を見せた。この年に1497ヤードを投げて、大学歴第5位となる、QB レーティング141.3を記録した。 この年の彼のパス成績は、アトランティックコーストカンファレンス2位、全米12位であった。2003年、ウェストバージニア大学戦に34-7で勝利、クレムゾン大学戦では 3TD パスを決めた。ノースカロライナ大学戦では、自己ベストの 4TD パスを決めた。フィリップリバースのノースカロライナ州立大学にも残り7分で16得点を上げて勝利した。 この年チームは9勝3敗でゲーターボールに出場、再度ウェストバージニア大学と対戦、キャリアハイの351ヤードを投げて、3td パス、1td ランを上げる活躍で、41から7と、勝利試合の MVP に選ばれた。この年、大学歴代3位の 19td パスを成功させている。2004年4月30日、ドラフト外フリーエージェントで、 グリーンベイパッカーズと契約、プレシーズンゲームでは、ブレッド・ファーブの非階級 B の座を争ったが、同年9月に解雇された。その後2005年1月、NFL ヨーロッパのラインファイヤーに派遣されるために、パッカーズと再契約を果たした。ラインファイヤーで彼は 13TD、12INT の成績に終わり、パッカーズから解雇された。彼が解雇された時点で、パッカーズは、 ファーブの他に、クレーグ・ノール、ドラフト一巡指名のアーロン・ロジャース、JT ・オ・サリバンと4人の QB が在籍していた。2005年12月、CFL のモントリオール・アルエッツと契約2シーズンを過ごした。現役引退後、メリーランド州、ロックビルに、スコット・マクブライエン・パッシング・アカデミーを設立、ユースや高校生の指導をしている。ありがとうございます。